前回の動画では少し改造しました。一時空気窓の開閉で効果があるのか焚き火して確認します。前日まで雨が降っていて、焚き付けの松の葉が濡れていたので、野菜の枯れた茎で焚き付けてみます。これも雨ざらしだったですが、ほぼ乾いてました。とはいえ、数箇所着火しようと試したけれど無理でした。風上川に着火できたので少し待ってみます。薪にも着火したようです。薪も雨ざらしだったので水分を含んでいるらしく、パチパチとよくはぜました。薪に着火してから2分後です。このくらいの炎ならちょうどいい大きさです。改造した側面の吸気口の開閉窓は閉めています。薪に着火してから5分後です。
この辺りから炎が大きくなっていきます。薪に着火してから6分後です。炎が大きくなりました。薪に着火してから10分後です。もう炎の大きさは改造前と変わりません。次回は底面の吸気口を塞いで、側面の吸気口の開閉で調節してみようと思います。今回はパチパチとよく弾ぜます。小さな水蒸気爆発が起きているのだと思います。薪は雨ざらしではいけませんね。